プロが選んだ2024年移住すべき街、愛媛県西条市。7年で移住者をおよそ15倍に増加させた人気の1泊2日無料移住体験ツアーをノッチ夫妻が調査。今回は絶賛子育て中の2人が気になる教育環境編。娘が高校受験控えてて、はい、学習面教育面のところをちょっと全くこっちのこと無知なので知りたいな、どういう学校さんがあるのかとか。すると、なんか左がすごいんですけど。うわー、わー素敵ー、何この感じ。こちらが、ね、西条高校です。あ、ここが西条高校、はい、ちょっと待って、あの門構え何すごくな い, い, やいや、え、本当これ学校の入り口ですか。すごい皇居みたいじゃない。いや本当。このツアーでは希望があれば学校へ出向き、教育の現場を直に見学。もちろん幼稚園から高校までお子さんの年齢に合わせて対応。ここは3年連続100人以上が国公立大学に合格する県立西条高校。中に、あ、誰だ、あ、こんにちは。はじめまして。すいません、お願いいたします。もう門構えから歴史のあるようなたったずまいで、うん、あの門っていうのはもうやっぱり歴史のある門なんですか。そうですね、大手門と言います。大手門、お堀みたいになってます ね, 周り、ね、あの陣屋跡です。うわー素晴らしい。過去には甲子園での優勝経験もあり、プロ野球選手も輩出。まさに文武両道。我が子を通わせた移住者も多数の人気校。お邪魔します。こんにちは。うわーすごい。え、皆さんは何部なんですか。科学部です。科学部、はい、え、女の子多くない。本校の科学部は愛媛県下でもトップクラスのサイエンスに強い課題研究を行っております。この西条高校は次世代の科学者を育てる学校として文科省からスーパーサイエンスハイスクールに指定されていて、科学部は大学や企業からの協力を得て本格的な研究を行っている。さんと私たちは協力しておむつ前から洗剤を作る研究。え、おむつから洗剤。西条市っていうのがもともとゴミの量が多くて、おむつをリサイクルしようっていうふうにしています。高校生だよね。さらにこの科学部は過去には科学技術の世界大会で金メダルを獲得。ちなみにこのスーパーサイエンスハイスクールの取り組みを始めていこう、国公立大学への合格者数は 1.5 倍に。文系の生徒にも、それから商業科の生徒にもスーパーな学びを提供していこうということで、そうやって生徒が夢を持つように大きな目標を掲げて頑張れるきっかけとなれるような施設設置を心がけてきました。できたら教え子の中からノーベル賞を取るような人材が育ってくれたらっていうのが自分の本当に夢の夢です。彼は何か夢とかあるの将来。自分はエンジニアに。エンジニア、エンジニアだぞ。応用科学か医療系。ああ、やっぱ研究の道にできるように進みたいなと思って。お笑い興味ない。あ、まあ、好きですね。見るのは好きだよね。あ、もちろん知らない。すいません、ちょっとまさか知らない。次回は無料移住体験ツアー住環境編。うわ、めちゃくちゃ広いですね。驚きの激安物件が。